ブランデンブルク辺境白領は神聖ローマ帝国の先帝公の一人であるブランデンブルク辺境白の所領の領地。現在のブランデンブルク州の大部分とベルリンおよびポーランドの一部に相当する。ブランデンブルク辺境白領は中央ヨーロッパの北部に存在した。ラウジツ辺境白領をオットン一世が買収した際に領土が最も広くなり、北はバルト海。 南は、ルサス高地と最大の半島を記録したが、永続的に領土を保持することはできなかった。ブランデンブルク辺境白領は、量的には37,455、軽平方メートルと16世紀以来、新生ローマ帝国の両方国家の中で最大の、領土を保有した国家の一つであり、約3万5,000キロ平方メートルの作戦、選定工領に匹敵した。 新生ローマ帝国内における社会的、経済的な立場が非常に弱かったにもかかわらず、ブランデンブルク辺境伯領は帝国内において重要な州に発展し、17世紀からは方ンツォレルン家の拡大とともに権力を強化していった。また、周辺の両方国家は辺境伯領の拡大に苦しめられた。ブランデンブルク辺境伯領は南部のザクセン選定公領と、 密接な関係を維持した。ザクセンは中世以来ブランデンブルクの重要なパートナーでありライバルであった。スラブ人によって統治されたポメラニアは中世よりほとんど常に武力紛争状態にあった。また、ポーランドとはプロイセン公国との関係に基づいていた。ポーランドとの玄関口はフランクフルトであった。輸出入はほとんどハンブルク経由で行われていた。 商品はライプツィヒメッセで購入可能であった。中世から30年戦争の初期にかけて、ブランデンブルク辺境白領の人口は20万人から40万人へと増加した。しかし、その人口増加は非常に不安定であり、頻繁な戦争、薬病、飢饉によって死亡率は高かった。また、人口密度は常に新生ローマ帝国の平均よりも、 低かった。30年戦争によりブランデンブルクの人口はかなり減少し、それは17世紀の終わりまで再び改善されなかった。その後、18世紀前半に人口増加が始まった。ブランデンブルク辺境白領は、ザクセン公であったアルブレヒト・クマ公を初代ブランデンブルク辺境白として1157年に設置された。アルブレヒト・クマ公の死後は、 息子夫一世が、ブランデンブルク返境伯となり、ポーランドへと領地を伸ばした。13世紀半ばの重要な発展としては、ベルリン、フランクフルトアンデアオーダーの回帰と、シュテッティン及びウッカーマルクの獲得が挙げられる。アスカーニエン家が1320年に断絶した後、ビッテルスバッファ家のルートィヒ4世が、ブランデンブルク返境伯領を獲得、以降、ビッテルスバッハ家の世襲となるも、 1373年に、ルクセンブルク家のカール4世が夫モセイから、辺境白領を取得し、長男のベンツェルに与えた。1415年、ホーエンツォレルン家のニュルンベルク城白フリードリヒロクセイが、神聖ローマ皇帝、ジギスムントからブランデンブルク先帝校くらいを獲得し、ベルリンを居城とした。1539年には、ヨアヒム2世がルター派に改修した。 ホーエンツォレルン家は17世紀前半の30年戦争の頃から台頭し始め勢力を拡大させた。1618年にはヨーハン・ジギスムントが婚姻関係によって新生ローマ帝国の領域外かつポーランドの報土であるプロシア公領を手に入れ同訓連合ブランデンブルクプロイセンを形成した。また1648年にはヒンタ・ポンベルンを獲得した。 ホーエンツレルン家は政治的影響力を拡大しようと努め、さらにフリードリヒ・ビルヘルムによって、デンマーク、スウェーデン、ポーランド王国に対する優位を主張しつつ、西部ではフランスと対立することになる。北方戦争時には、プロシア公領をポーランドの支配下から完全に独立させた。フリードリヒ・ビルヘルム大戦抵抗が没すると、フリードリヒ三世が後を継いだ。彼は、 スペイン継承戦争で新生ローマ帝国側につき、その見返りに1701年、ハプスブルク家から帝国外のプロシア公領の王としての称号を認めさせ、プロイセン王国が成立した。この結果ブランデンブルク選定公の地位はプロイセン王と兼任されることになり、ブランデンブルク辺境白領はプロイセン王国の一部のように扱われるようになる。ブランデンブルク選定公領は、 プロイセン王国の成立後も、形式上は神聖ローマ帝国の両方として止まったが、神聖ローマ帝国が正式に解体された1806年に、正式にプロイセン王国領ブランデンブルク州となった。その後ブランデンブルク州は一貫して、ドイツの中核的な州であったが、第二次世界大戦後、1945年に、 オーデル内接戦を境として、東のポーランド領と西のドイツ領に分割された。1949年に成立したドイツ民主共和国は、1952年に州制度を廃止して、旧ブランデンブルク州でドイツ側に残っていた部分を、コトブス県、フランクフルト県、ポツダム県に3分割した。1990年、ドイツ再統一の結果、 ブランデンブルク州が復活した。ブランデンブルク辺境白領では、少数の貴族が土地を持ち、農民が工作する義務を負っていた。ブランデンブルク辺境白領の土壌は、非常に悪く、小麦を栽培することができなかったが、大麦や大麦を栽培できた。中世になると、農民たちは家賃を払うために、オート麦などの生産を開始した。 ブランデンブルク辺境白漁の農業はヨーロッパ全体の経済の変動とそれに対応する政治的出来事及び政府の措置に依存し続けた。13世紀にかけて発生した大飢饉や穀物の価格の下落などに農民と農作物からの収益に依存する貴族たちは苦しめられた。これらが農村部から都会への移住を促し農地が放棄され、 多くの村々が荒廃していった。可能性が限られているのにもかかわらず、ブランデンブルク辺境白領は1680年に外洋貿易を開始した。最盛期には年間20から30隻の船を送り出し、約3000人もの奴隷を販売し、西アフリカに複数の拠点を持った。しかし、列強との競争、船の破損等で次第に勢力が弱まり、最終的に、 フリードリヒビルヘルムが偏境博に就任した際に撤退した、現在のブランデンブルク周期、ありがとうございます。